皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作ゆきチャンネル動画のご視聴ありがとうございます。今日はですね、久しぶりにジャンク品の購入品紹介なんですけれども、こちらですね、はい、ブラウザーの P-Touch190、モデルネームでいうと PT-190 というモデルのキャラクターコラボ商品ですね。ちなみにこちらはキティちゃんのモデルになります。で、まあこの下のところのコピーライト表記を見ると2011とあるので、2011年頃売られてたものかなと思いますね。はい。で、ちなみに値段はジャンクで100円でした。はい。で、まあ通常売られてる PT190 のモデルに、まあこのキティちゃんの例えば枠であるとか飾り色系だとか、そういったものがこう入っているモデルになりますね。はい。で、まあなんでこれを買ったかと言いますとね、こちらです。いつも化石掘った後に、まあこうちっちゃい小袋に入れて、持って帰ってきてるわけですけれども、その後に、このラベルを作っていつも入れてるんですけど、まあこれはね、あのうちに帰ってきてから作ってるんですけど、まあ現場でその掘った時にちょっとなんかどういう化石か分かんなくて、まあ職員さんに聞いて、で、まあ分かった時に、まあその場でね、こうペンかなんかでこう書き留められればいいんですけど、まあちょっとそれもちょっと面倒かなと思ったんで、まあちょうどねこれを見つけたんで、これをまあメモ代わりに文字を打って、この袋にこうペタッと貼っておいて、後でまあラベルとこう差し替えるみたいな感じにしたいなと思ったんで買ってみました。じゃあですね、とりあえずこのラベルライターが動くかどうかちょっと確認してみたいと思います。で、このラベルライターは、乾電池のみで動くみたいなんですけど、この本体の裏側をこうパカッと開けると電池ボックスがあるみたいなんですが、やっぱりですね、わかりますかね、ここに、こう黄ばんだ電池の液漏れが明らかにありますね、これね。はい。で、こちらの端子側なんですが、ここにですね、めちゃくちゃ、結晶化した液漏れした跡があって、多分これ電池入れてもこの結晶のせいで動かないかもなんですけど、ちょっとね、まあダメ元でこれ電池入れて一回電源入れてみましょう。で、こちらがダイソーのアルカイ乾電池です。電池は単4が6本必要ということですね。電源オンにしてみましょう。ポッと、ホッと、はい、はい、やっぱり入りませんね。はい、多分電池ボックスの結晶化したところのやつで絶対に入ってないんでしょうけど、じゃあその結晶をちょっと削りましょうか。はい、これをちょっと削ってですね、ちょっと電池が取り出せない。ちなみにこちらがカセットですね。リボンと、テープが一体になっているカセットなんですけれども、3代目 J ソウ
とありますね。まあ、サンドウィッチ・ソウル・ブラザーズの文字を打とうとしたんでしょうけども、途中で終わってますね。何でしょうかね、これね。ダイイングメッセージですかね。はい。犯人は、三代目 J ソウル。じゃあ、これ、端子のですね、ここに、結晶化した液漏れの跡があるんで、削っていこうと思います。まあ、一番ひどいのが、こっち側のここ、ここですね、これね。ちょっと、はい、これですね。ここが一番ひどくて、もう完全に端子が見えなくなっちゃってるんで、それをまず削りましょうか。はい。はい。というわけで、この電池の端子のところについてた結晶は、あらかた落とせました。はい。これで電池セットして動けばいいんですけど、その、電池の液漏れが、この機械自体のね、基板なんかに侵食して、その電気系統をやっちゃってると、めんどくさいことになるんですけど、まあ、これで電源入ればいいんですけどね。はい。はい、じゃあ電池セットしましたんで電源入れてみましょう。入るでしょうか。よっ、ほっ、ん、おっと、電源入りました。はい、ちょっと今ね、なかなか入らなかったんで、もしやと思ったんですけど、一応これ電源入ってますね、これね。はい、じゃあ軽く文字を打ってみましょうか。あ、か、さ、だ、な、で、確定と。確定。あ、か、さ、だ、なと。はい。で、これで、文字、ちゃんと入力できたんですか。あ、あが抜けてますけど、一応、あ、か、さ、だ、なって入ってます。はい、アッカサタナですね。じゃあこれを、実際印字できるかどうか印刷ボタンを押してみたいと思います。せーの、ポチッと。で、1枚って聞いてますから、確定で1枚と。ウィーン。はい、というわけでね、3代目 J ソウアカサタナと。はい、まあ、こっちは最初から印字されてたんで、今回打ったのがこの赤サタナなんですけども、まあ、ゴシック文字で、ちゃんと印字できましたね。はい、で、この本体の左上に黒いのあるんですけど、これがカッターですね。で、これをグッと押すと、はい、こういう風にカットができますと。じゃあ実際にですね、化石の名前を打って、印字してみましょう。とりあえずこのプロトラムナと、打ってみましょうかね。はい、このようにプロトラムナと、打てましたので、これで印刷してみましょう。1枚、はいと、ちょっと余白が大きいかなとは思いますけど、ちゃんとラベルは印字できてますね。はい、こんな感じで、貼れれば十分ですね。貼ったその場で、こういう風に今後は貼って、忘れないようにしていきたいと思います。でですね、こちらのラベルライター、まあ、ジャンク品ではありましたけど、自分がまあ使う目的としてまあ必要十分な機能なので、まあ、これでもこれはこれで問題ないんですけれども、まあこのキティちゃんにはね、全く悪いところはないんですけれど、40のおっさんが使うにはちょっと抵抗がある外観なんですから、
この外観をですね、ちょっとまあ自分らしくアレンジしてみたいなと思います。で、それに使うのはですね、こちら、カーボンからのインテリアシートで、まあ、デコレーション、シートというものですね。ダイソーの100円商品です。はい、これをですね、この表面とこのサイドの、ピンクのラインですね、ここのピンクのラインのところに貼って、デコレーションしていきたいなと思います。はい、はい、というわけでこんな感じで、出来上がりました。はい、まあカーボン調の感じになって、ちょっとヘビーダーティー感が出たかなと思うんですけど、まあキーボードとかね、この辺はちょっと若干ピンクが残っちゃってますけど、まあいいでしょう。はい、まあ若干こうピンクが見えちゃってるところもありますけど、まあまあいいでしょう。はい、まあ、使えれば十分なんでね。はい、これで、まあ、カセキハックスの時、まあ、メモ程度になりますけども、まあ、カセキの名前をこうラベルで打ち出して、小袋に貼り付けて、まあ、活用していきたいなと思います。はい、というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。